人とかは、うん、一つ見たときはチョコの上のと、うん、あのボディシープと一緒、うん、今日はこの辺触ってないから、えっどこ行ったん、知らん、知らんの、うん、誰どこ行ったんって言ったの、俺どこ行ったの、さっき持って帰ってきた、うん、あとやん、うつ心の病気、精神病です。働きたいサポートします。ああ、障害者適用持ってないかな。か、内科やメンタルクリニック、医師の保健所、診断所のもらう方だったりします。またあるよ、パソコンスキル、ワード、エクセル、パワーポイント、文字、試験対策。私がそっち行かれるのから、下がったらね。もう大変。ギリギリだった、こっちブリブリかんやの今、うん、待って、待って待て、洗ったら早いやん、石鹸でさあるやろ、石鹸、今日飲んだ、あ、びけえへんかった、あ、危ない、猫が崩れる、あんたそれ持たれすぎたら。やばいぐらい閲覧増えないんだけど、これ配信始まってんの？これ配信始まってんの？閲覧増えないけど。マジで。風呂入ったよ。毎朝風呂入っていってるでしょ、パチンコ屋に。パチンコ屋に風呂入ってから行って、パチンコ屋で屋にいっぱいつけられて帰ってくるんだけど。やばくないですか、これ。ヤニだらけ。夜は入らないです。朝風呂です。もうこのままだったら間違いなく、引退なんですけど。引退なんですけど。引退よ、おめでとうなのかよ。別にまあ引退しても何も変わらないんですけど、別に引退してもいいんだけど、ね、じゃあでもいいんだけど、またやるんでしょ、何を、いや、もうやらないですよ、もうやらないです、もうやらないです、やらないですよ、もうやめますよ、引退っすよ、あー引退やな、これ全然順位上がらないんだけど、全然順位上がらないんですけど、
絶対嘘やってどういうことですか。僕は今まで嘘ついたこと一回でもありますか。僕は今までね、このアチキがよ、アチキが今まで配信で言ったことで何か嘘ついたことありますか。嘘なんてついたこと一度たりともないんだけど。ない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 。例えば何一つ嘘ついてないんだけど。全くもって何一つ嘘ついたことないんだけど、配信上で。マジで。プライベートビーチって国有だったやんってどういうこと？国有なの？国有なの？あんなもんね、あんなもんね、いちいちね、YouTube の中の動画なんて全部ね、フィクションですよ、フィクション、フィクション。あんなもの信じる人いないでしょ。ちょ、アイテム全然飛ばないわ。どうしよう。やっべ、どうしよう。もうこれは火薬の家行くしかないな。火薬の家に乗り込むしかないな、今から。酒飲んでない今のうちに火薬の家に乗り込むしかない。もうやめろよって言われながら、コーラとメントス持って。配信してる？マジで？どこで配信してる？ちょっとマジで火薬の家行こうかな。誰なんだよっていう。火薬の家、今から行くぞって言って配信したら、誰なんだよ、機関校で死にそうな放送。マジか。マジか。ふわっちを家で配信しとんな。ていうか、部長山田も配信してるぞ。うわ、10位やんけ。すごいな、部長山田って。犯罪だと思うのってどういうこと？みっともないこと、それは普通に教えたるから、しょうもない、クソ女リスナー、なんとかに踊る、どういう意味？どういう意味？クソ女に踊るな、堂々と来い。何を言ってんのかよくわかんない。大阪の配信者とかなかなかいないんだけど、マジで。火薬。ちょっと、パソコン重たすぎるわ、もう。パソコンめちゃめちゃ重たいんだけど。火薬閲覧上がってきて。花火もらってお金大好きって言ってたぞ。貧乏トレーダーの人も配信。マジでしてんの？どこ？なんなん？どこよ？どこ？グッドチョイス言ってた？カリちゃんも配信してるぞ。貧乏トレーダーさん、どこにおんのよ。どこにおんの？キューちゃん牧師。名古屋のキング、チリガミ。ナトリ、ニューベイビー。西柳桃太郎。どこにおるよ？中西マン。イロハ。ジェダイ。ジェダイさん、えらい下やな。大丈夫か、ジェダイさん。どこ？まだ出てこないんだけど、どこ？どれ？
エリリン、ユーノ、沼田トシヤ。この辺でも一桁やぞ。すごくない？もうふわっち、かそりすぎだろ、これ。ドン・キホーテ、ミルキー、キツネ、すごいなぁ。なんか、ちょっと勇気出てきたわ、これ。うちの枠、別にかそってるけど、そこそこやん。みんなそこそこやん。一桁もいっぱいおるやん。どこ、わからへん。どこにおる？どこ？どれよ？どれですか？どこですか？探してるけど、わかんないんだけど。あ、おった！ほんまや。ていうか、俺の枠がなくなってるんだけど、どういうこと？俺の枠がないんだけど。なんで俺の枠がないの？俺の枠どこ？俺の枠どこ？あれ、俺の枠がない。あれ、俺自分の枠自分のパソコンで見れる。ていうか、また俺おすすめ規制になってんの？もしかして。おすすめにいないんだけど。俺おすすめに出てる？おすすめにいないでしょ。キツネ枠グッドチョイス。じゃあ俺の枠がないんだけど。4人。俺おすすめ規制なの？おすすめ規制とかやめてくれる？マジで。その絶対人来えへんやん。たやさえも人来えへんのに、おすすめ規制とかやめてくれる？マジでおれへん。マジでおれへん。マジでおれへんやん。こんなもん初見来るわけないやん。なんなのこれ、もうふわっち。あ、貧乏トレーダーさんってこんなアイコンやったんや。マジか。あれ、長崎県やったかな。欲しいものリストやって、何でも相談枠で成功したいです。どういうこと？真っ暗で声も聞こえないんだけど、どうしたらいいの？真っ暗だし声も聞こえないんだけど、あれ？おかしい俺。もうパソコン重たすぎて、もう何が何やら。ちょ、俺マジでおすすめ規制入ってて、おすすめに載ってないんだけど。そんな人来るわけないよ。あうちゃう。ふわっちのおすすめに載ってないんだけど。おすすめに載ってなかったら、ね、そもそもおすすめに載ってなかったら人なんか来るわけねえだろ。バカか。イベントの枠の方には乗っとるからいいけど。あ、ミスター、6000円ストレートで負けた。あ、ストレートでもないけど。5000円ストレートで負けて、
ボスロで500円目でペカってビッグビッグ引いて、でちょっとハマって隣の台移ってレギュラーレギュラーレギュラー引いて、でハマって元の台戻ってハマってレギュラー引いて飲まれて残り500円やって帰ってきた。大体ね、そのミスターのね、来店ポイント目当てに行くと大体 100% 負けるんだけど、 100% 負けるんだけど、マジで今日買ったからちょっと気大きくなって20スロー5000円もやってもって5000円損したわ。5スローしかもあの店では打たないです。一生5スローしか打たない、あの店が設定早起こしちゃうよ。ちょっとやばない、ちょもう23位か全然動かないんですけど、なんで爆笑なんだよ、笑うなよ。ちょっと23位か全然上がらないんですけど、そうそう、このままねイベントで10位以内に入らなかったら引退します、引退します。10位以内に入らなかったら引退します。引退しちゃうよマジで。いいの、いいの、引退しちゃうよ本当に、マジでマジでいいの。あ、忘れた、ツイキャス配信しとこう。もうフワッチ引退です。あ、もうパケシしてる、このドコモマジでか。でもこれ別に自宅でショールームをする分には何も関係ないでしょ。嫁はんは別にそういうの嫌いです。よし、ショールームつけた。でもだってそもそもさ、今更嫁が登場したところでね、初見さんが来ない枠なんだから意味ないでしょ。ショールーム行ってくるマジで。ツイキャスとショールームと今からこれからね、17ライブ開けます。ライブに行きます。
フワッチは引退します。あー17にラファエル来ないかな。明日どうしようかな。明日1の日どうしようかな。明日ってどっかあったかな。ちょっと待って、明日な。明日神戸とか和歌山とかめっちゃ入ってるんだけど、あ、スロースタメトログラッチ阪神尼崎店スロット機構内痛み、ワーヤン来店スロット機構内痛み、痛み尼崎。明日はね、明日123やな。全般的に123だと思う。フリーダム16なってんだよ。マジで。123。長いこと123行ってないな、俺最近。でも123いつもやられるから嫌いやん。周年イベント、スロットハウスビッグタイム、12時オープン。まあ、ここだけの話すると、実はね、明日ね、ベラジオも真相なんだ。ベラジオも真相なんだ。明日12時オープンなんだけど、明日も今日行ったベラジオが真相で12時オープンなんだけど、17閲覧9しかないけど。じゃあ、ショールーム。もう23位か、全然上がらないわ。もうダメだわ。引退だわ。間違いなく引退だわ、これは。もう諦めていい。もう諦めていい。ドル円 S の方が良かったんじゃん。めっちゃ下がっていってけんと。誰も来ないんですけど、17もショールームも誰も来ないんだけど、17はスコア50です。ショールームは12人いらっしゃい。うー、呼びたい。ダメだ、もうやばい。ドル円スウェって相変わらずずっとあのメンバーの話で妥協やってるよね。あの人の話とかどうでもいいんだけど、ドル円スウェ。ああ、やばい。ちょっとやばいな。やばいな。ちょっと初見さんを集めないとダメだな。
題名変えるしかないよ。これ題名を変えるしかない。ビントレさんの方が閲覧の、マジか、すげえな、ビントレさん。ビントレさんのアップでもさっき見てたけど、音聞こえないんだけど。なんで声聞こえないの？ビントレさんもあの、イベントすげえよね。あ、最近やり始めたから、後期なんかな。うちの子さ、あのおすすめ規制されてっからさ、そうそう、針治療院ってなんでこんなにあのコンビニより多いんだけど、針治療が熱いってどういうこと？ビンさんのところから閲覧もらおうか。ビンさんのところの閲覧もらおうか。あ、もう眠たい。やばい。寝ちゃいそうなんだけど。せっかく早く帰ってきたもん。寝てしまいそうなんですけど、火薬の配信でも見ようかな。あ、じっちゃんさん配信してるやん。